平成20年度に市民病院に関する市民アンケートを実施しました。その中で、市民病院は今後どのような特色を持つべきだと思いますかとの質問に、救急医療に重点を置くの回答が多く、次に脳卒中、心筋梗塞、がんなどの死亡率が高い医療の充実、急性期医療と慢性期医療の両立、幅広い診療科を備えて気軽に診療してもらえる医療などの意見が寄せられました。いろんな声が聞こえてきますね。皆さんもご存知の通り、ここ三田市民病院はいざという時、万全の医療体制で市民の健康を支える地域の中核病院です。安心、納得、温かい心のこもった医療をモットーに、今日も三田市民の健康を見守っています。今、患者さんが救急車で運ばれてきました。三田市民病院の救急外来は、突然の事故や病状急変の患者さんのために24時間体制で応急処置や治療に当たっています。病院には様々な役割があり、三田市民病院はこのように救急を中心とした急性期医療を担う医療機関です。急な事故で怪我を負った患者さん、そして夜間の急患などに対応し、必要ならば手術の実施や入院などの受け入れを行います。病院と一口に言っても、地域の診療所や都市部にある救急救命センターなど、さまざまな規模や形態がありますよね。その中で三田市民病院はどういう位置づけになるのでしょうか。医療機関は1時から3時まで、備える設備などによって大きく3つに区分されます。まず一次医療機関とは、風邪や発熱などの軽度の症状の患者さんに対する医療機関で、主として地域の診療所、病院がこれにあたります。診療所はかかりつけ医としての機能を持ち、身近にあり何でも気軽に相談できる医療のパートナーです。次に二次医療機関とは、診療所などでは扱えない病気、入院、手術が必要な患者さんに対応する医療機関で、主として地域の中核的病院がこれにあたります。そして三次医療機関とは、高度な特殊医療が提供できる病院です。それぞれの医療機関が連携を図りながら、患者さんの病状に応じた医療を提供しています。つまり各病院にはそれぞれ役割分担があるということですね。そして私たちもその役割を知って、ちゃんと病院を使い分けないといけないんですね。二次医療機関に位置づけられる三田市民病院では、市民の安心な暮らし、健康な毎日を支えるため、より高度で専門的な治療を受けられるよう、診療科や治療内容を充実させています。例えばリウマチ外来、助産師外来などの専門外来の充実や化学療法室など、より患者さんに納得していただけるような安心で質の高い医療サービスを提供しています。では一体どんな診療科がどんな治療に取り組んでいるのか、実際の医療現場を覗いてみましょう。まずは消化器科です。近年その技術の進歩が著しい電子内視鏡を用いて、胃、十二指腸、大腸を中心とした消化管の検査、処置を数多く行っています。消化器科ではどのような治療ができるのでしょうか。はい、2009年度の内視鏡のまず件数ですけれども、胃カメラが、1年間で約2800件で、大腸カメラが、約1800件、うち
大腸ポリープおよび早期大腸がんの切除が約330件で、それ以外に、早期胃がんに対する内視鏡切除、これは内視鏡的、粘膜下層切開剥離術、通称 ESD と言われる方法ですけれども、これが、約50件となっております。日々患者さんのニーズに応えるべく頑張っております。でそれとともに公立病院の使命として若手の医者の育成というものがありますので、日々の診療のほかに最新の治療なども取り入れて、それをできるだけ若手の医師に伝えて、それを育成するように努めております。次は腎臓内科です。腎臓内科は平成19年3月に医師不足により休止し、再開が待ち望まれていた診療科です。腎臓内科は平成21年9月新たな専門医1名が着任し、診療を再開することができました。腎臓内科では急性慢性腎炎や慢性腎不全などの外来診療を行ったり、人工透析治療も可能となりました。近隣の人工透析専門病院と連携しながら、新たに透析の導入が必要な人や入院治療の必要な人の治療を行います。また最近急増している心筋梗塞や動脈硬化など循環器系の疾患に対応するため、平成21年7月に心臓センターを開設しています。最新型の CT 機器も導入し、今まで見ることのできなかった心臓の血管も検査が可能となりました。次に紹介するのは整形外科です。背骨や手足の骨、関節、筋肉、神経、人体などの病気や怪我を診療する科です。子どもの疾患から骨粗鬆症など加齢に伴う病気まで、幅広い疾患と年齢に対応しています。現在5名の体制でやっておりますけれども、主にそれぞれに専門も出せましてですね、スポーツ外来とか脊椎外来ですからリウマチ外来という専門外来も開いて、日夜の診療ですね、救急とか外来ですから手術に携わっております。特にですね、脊椎のですね、腰椎椎間板ヘルニアとか、それから脊柱管狭窄症ですね、こういうものは10年前からですね、内視鏡を使いまして非常に小さい傷で手術が終わると、で1週間で退院できるという、非常に早期リハビリとか早期社会復帰に向けて取り組んでおります。地域の非常に整形外科に対するニーズが高まりましてですね、それをすべてうちの病院で救急とか、それから慢性疾患ですね、例えば関節リウマチとか腰痛症などのすべての患者さんに対応できるのがうちの病院、唯一の病院なんです。そういうのに疾患に対しましてですね、すべて地域のニーズをこちらの病院で受け入れるように日夜診療に携わっております。また脳卒中や心臓病、がん患者の増加に伴い、手術件数も年々増加の一途にあります。内科、外科、さまざまなケースに応じ、内視鏡手術など高度な医療技術を駆使した治療ができるよう、ハード、ソフトともに手術体制も万全に備えています。そして冒頭でもご紹介しましたが、何より市民の信頼の要となるのがこの救急外来。突然の怪我や病状急変の時には、夜間や休日でも救急外来を開き、迅速に対処しています。救急外来では内科系医師及び外科系医師と脳卒中センター医師各一人の3人の医師と、看護師3人、検査技師、放射線技師、薬剤師各一人が24時間待機して対応しています。救急医師は地域の医療機関と連携や役割分担をし、緊急の手術や検査、入院などが必要な比較的病状の重い患者さんを中心に救急医療を行います。しかし緊急性がないのに自分の都合で夜間や休日に救急外来を利用する患者さんが増えているというのです。いわゆるコンビニ受診と呼ばれる問題です。例えば
日中は仕事があるので夜間の救急外来に来ました。島目ができたので診察してほしいなど、いつ重篤な患者さんが運ばれてくるかわからない状況にもかかわらず、こんな理由で病院を利用する人が増えているのです。市民病院の医師は昼間の勤務に引き続いて交代で当直についています。そして翌日も通常勤務があるため、救急外来に来院する患者さんに対応しながら睡眠をとります。しかし実際はコンビニ受診の対応などに追われることで、ほとんど睡眠をとれず、厳しい長時間勤務の状況に置かれています。平日ドクターが外来している時に来るのが一番やっぱり確かですし、でそういう時であればその複数のやっぱりドクター勤務してますから、その何かこう難しい病気であるとか見逃しやすい病気であっても、その相談ドクター同士もね、相談したり他の科のドクターと相談したり、そういうのがやっぱりできますので、当直隊っていうのはあくまでその緊急のためだけですから、そういう時に来られてね、まあ、一人のドクターに見てもらってというよりは、やはりできるだけそういう平日にっていう方が患者さんのためにもなると思うんですけどね。市民の皆さんへ何かメッセージはありますか？そうですね、コンビニ受診といったような患者さんが増えると、本当に救命が必要な患者さんに必要な医療が提供できなくなってしまうので、できるだけかかりつけの先生にかかっていただいたりとか、病院の使い分けをしていただけたらと思います。休日は市民病院のほか三田市医師会の協力を得て休日診療当番医制度を実施しています。平成22年3月からは兵庫県三田庁舎旧保健所棟の1階に三田市休日応急診療センターを開設。これまでの在宅当番医制を廃止し、三田市医師会の会員医師が交代でこの休日応急診療センターで診療に当たります。決まった場所で見てもらえるようになるので、市民の皆さんにとって分かりやすくなりました。地域の病院との連絡を密にするために、三田市民病院の中には地域医療連携室があります。地域の医療機関かかりつけ医からの診察検査依頼や退院後の患者さんのケアなど、医療を通じて地域との架け橋となれるよう関係機関と連携協力に努めています。この地域医療連携をスムーズに行うためにも、日頃からかかりつけ医を持つことが大切です。そうすることで私たちも安心信頼の医療を受けることができるのです。それでは三田市民病院佐野院長にお話を伺います。院長よろしくお願いいたします。この地域医療の重要性、はい、ますます高まってきていますよね。その通りだと思います。で現在医療は、総合病院的な全ての疾患を診療するという、そういう自己完結的な医療というのはもう不可能な状況になってきているんですね。医師不足もありますし、地域の医療機関が機能を分担して、急性期から在宅までのその切れ目のない医療というのをやっぱりやっていく、地域で完結していくという医療がやっぱり望まれていると思うんですね。で本院では急性期の医療を中心にしてやっておりますし、生活習慣病のような治療にも、積極的に取り組んでいます。以前休止していました腎臓内科を再開することができました。ますます、人員を増やしてさらに充実していきたいと、そういうふうに考えております。はい、ますます市民にとってこの三田市民病院というのが頼りがいのある存在になっていくといいですね。はい、そうですね、そうありたいと思います。はい、地域の医療拠点としての三田市民病院、これからも地域の医療機関との連携を密にし、市民の安心安全な暮らしを守っていきます。そのためにも私たち一人一人の医療現場への理解と協力が求められています。